はい、皆さんこんばんは。こんばんは。気候チャンネル、本日は気候の市場のあてからです。お願いします。お願いします。ということで、寝台ラッシュの9月始まりましたね。始まりましたね。いやー、本当に、今市場なんてもすごいね、音がざわざわしてて、ちょっと聞き取りにくいかもしれませんけどね、まあ、話題の台のちょっとシラというか、そうですね、テストというか、はい、動作確認しておりますので、はい、はい、まあこちら今日はね、じゃあフェイクスマイルさん嘘くせはい、店長と金ちゃん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあね、世間的には窓マギか北斗かって言われてるところですけどもね、はい、はい、今日打つ台は後でじゃあ発表してもらいますそうですね。はい、じゃあ先にじゃあどうしようかな、営業開始の台のお知らせをじゃあちょっと、そうです、教えていただきましょうか。3枚とも映ってるんかな。あ、映ってます。はい、大丈夫です。まあ、もうご覧の通り、もうちょっと一日ね、はい、この営業が早いんですが、はい、まあ9月2日からね、はい、この機種が全部多いね、全部動きます。多いね、多いわ。あと一日な、はい、一日後やったらな、これ打てたのにな昨日、明日と回答ではでね、そうだよ、もう明日さえよかった、はい、あ、どうぞどうぞ、通ってください、通ってください、どうぞどうぞ、はい、いらっしゃいませ。あと譲り合い、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 はい、お客さんちゃうから、お客さんちゃうから、はい、清掃中、清掃員、はい、どうぞどうぞ。まあ、1日から稼働開始になりましたのが全型平日ですね、はい、こちら高尾さんの寝台になります。はい、あとは2日稼働の台がもう2、4、6、7台、そうですね、多いな。まあ、パチンコでいうとやっぱ北斗がメインになるんですかね、すね、北斗8、まあ、僕の中ではやっぱプイプイゴジラが一番、そうですね、これが一番、もうじゃあうちやゴジラ、ゴジラ打とうじゃあるんですが、まあ、まあこれもやっぱ明日なんでね、はい、もう今日付変わって今日になってますが、ゴジラ打っとこうって言われたけどまあちょっと気になるところではあるけど、そうプイプイゴジラ一番可愛いから、うん、そうなんです、清掃がね、はい、はい、まあいいやいいや、はい、まあ、あとルパンはこれライトミドルですね、設定付きのライトミドル、はい、はい、こちらも導入しました。はい、まあ、あとは U パチでいうと、エヴァンゲリオンとウルトラセブン、こちらは U パチタイプになってます。そうですね。あとスロットに関してはもうこれね、窓マギ、はい、もうこれ、はい、2日本日からもう営業開始になりますので、はい、まあ、あとタイガーバンドバギーもね、同時開始になります、うん、まあ、こちらぜひラインナップ見ていただいて、はい、城を建てて遊びに来てください。お願いします。お願いします。はい、お願いします。ということで、まあね、売っても良いんやけど、まあちょっと市場なんてて怒られたら嫌やからそうそうそう、はい、今日は、はい、ビビったビビったビビった、はい、今日はまあでも1日からね稼働開始になりましたんで、そう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 、まあ、ライトミドルということで、はい、我らが高尾さんの全型平日を今日は指導していきます。絶対面白い、はい、でも今日あれでしょ、お客様はね結構座ってたということなんで、そらもちろん日曜日ですしね、はい、はいはい、そうそうそう、話題の寝台なんで、まあ北とか窓マギは言うても今週ずっとやるから、もう飽きるほどやると思うから絶対やるっすよね、うん、だから先に銭形やっとくやっとく、間違いない、間違いない、はい、でもライトミドルやから、みんな好きなライトミドルやから、そうそう、はい、一瞬一瞬今後期なんで、じゃあこれを金ちゃんと店長に指導してもらいます。はい、はい、じゃあお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、一応ね、縄手は3台導入済みですので、そうですね、はい、やっぱプイプイゴジラがプイプイゴジラ打ったらええやんじゃあ店長が左でいいかな。はい、プイプイゴジラじゃないけど横にゴジラあるけどね。いや、そうなんですよ、プイプイじゃない方プイプイじゃない方ね、うん、はい、言うっちゃいないよってね、うん、打ちまーす。はーい、じゃあシダ、準備できた方からねお願いします。はい、自分で言ったら明日放送されても見ないけどな。まあでも明日そんな4機種も5機種も1日で打てないじゃん。打つとしたら1機種でしょ。そうですね、ね、明日が多分北斗になるんちゃうかな。どこの店ですか。明日は加古川ですね。え、加古川、わー、森茂樹、ね、はい、で明後日が梅北なんで、多分梅北で窓マギと対話をやるんじゃないかなっていう感じですかね。あ、そうなんですね、はい、まあ、北斗に関してはね、まあ、先のお店が結構多かったので、はいはいはい、はい、まあ、明日できるんじゃないかなとは思うんですけど、あと、天休日のね、神津島店、ちょっとお伺いさせていただきまして、北斗の寝台に関してはもうちょっと動画編集で動画上がってるんで、もう、とりあえず北斗はそれ見てください。はい。動画が上がってる？動画上がってる、上がってる。へぇー。
今日24時から公開になってるはずなので、そっちを見てください。はい、当たりだけ見たい人はそっち見てください。昔の銭形は楽しかったなーっていうね。これ京楽さんの方の多分銭形ですかね。あ、そうですね。まあ中のね半券に関しては多分そのままもう高尾さんにスライドって感じなんでしょうね、これ。うん、何やったっけ、この ドラマっていうんかな、ドラマのね方は同じやもんね、人がね。まあ確かに銭形の京楽さんの銭形出た時は本当にね面白かったもんね。え、打ちました、あれ。あれ打ってましたよ、めちゃくちゃ打ってました。あれでなんかライトミドルの面白さを教えてもらった感じですかね。ああ、なるほどね。それまではあんまりライトミドルってこう人気なかったんで、ほうほうほう。まあ当時はね AKB とかもまだガンガン流行りだした頃やったし、はい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 、そうそうそう、すごい楽しかったけどね。継続率もあんまりよく、そこまで良くなかったしね、当時は。そうですね、65% か 70% ぐらいで2000発取れるっていうのがね画期的でしたよね。うん、あれは素晴らしかったですね。そうそうそう、まあそれがね、いつの間にか高尾さんに半券が移動してたんでちょっとびっくりしましたけど、まあ高尾さんになってからは2期締めですもんね。そうそう、前回が電波組さんとこうコラボのやつやったんで ね、 そうそうね、はい。まあ今日は全員方平時打っていきます。これは電波組おるんですか。それはいないっすね。あ、そうなんですね。今回はね、なんかちょっと京楽さんの必殺っぽいんですけど、忍びがねなんか出てくるみたいで、まあこれ捕獲したら当たりとかなんかそういう感じみたいです。あ、なるほどなるほど。はい、まあ、一応スペックは、219分の1ですね。で、一種二種混合機、おにぎりラッシュ突入率 58%、うん、そう。まあヘッソ当たりって言ったらいいかな、まあ、10ラウンド 4% で3ラウンドが 96% ということで、まあ最初初回はだいたい3ラウンドで、またここから、一応ね時短扱いになるんで、時短中に当たれば、次は時短が多いね、おにぎりラッシュ、まあ、これが継続率が結構 80% ぐらいあるのかな。はい、ここに入ればチャンスということですね。まあどうやろうね、一種、まあ、最近一種二種混合機ね打たれる方も多いので、面白かったらいいよね。いや、面白いですよ、これは多分ね。まあリーチも昔の銭形打ってる人は大体わかると思うんで、うん、鬼面組御用リーチがやっぱ一番追加な、これはもう全然変わらないので。ほうほうほう、はい、まあ、あとは先読みのね熱いゾーンだったり軍予告だったり、あとはデカ保留やったかな、その辺が出れば、結構チャンスアップだったと思います。私もちょっと銭形はね久しぶりに見るんで、どんな感じだったかちょっと思い出すの大変ですけど、熱い熱い。こいつは一応、連続予告2回目ですね。実写出たら熱かったよね。そうですね、実写リーチも、鬼面組御用リーチかな、うん、が出たら一番熱いですね。これ今回やっぱ銭形じゃないですか。はいはい。でこの筐体見てほしいんですけど、はい、あ、金ちゃん、これ熱いよ。震えてます。もう降りたんとこ。突入で期待大。あれ、金ちゃん、もう当たる入らない。これめっちゃ熱いやつやで。これ先読みの中ではかなり熱い方ですね。あ、もういよいよのやつや。簡単っすわ。電波組は今回出ないですね。はい。簡単やな。金だらけ。簡単。いや、でも高尾やで。いや高尾やけど簡単やん。簡単っすわ。はい、パッカンでしょ。これパッカン。はい、これパッカン。回ったね。パッカンちゃうこと回ったね。まさかの。まさかの。パッカンやん。高尾は虹出ても当たらんのだぞ。やばいやばいやばい。およあ、めっちゃ揺れてる。パンダ。この筐体めっちゃ好き。キレパンダのね、筐体。かわいいよね。めっちゃかわいい、この筐体。申し込んでんのって言われて言っとくわ、パチンコの仕込みって一番難しいから、本当に、うん、スロットやったらね、ボーナスの前で止めとけるけど。 AKB 出てる銭形よかった。まあね、あれはもう京楽さんの判決ですからね。緑ボタンただリーチはそこまで熱くないやつかな、これ。え、めっちゃバイブってる。バイブってる。俺の台が震えてる。最近のタイプ、あ、7。ほら、2年目やな、これ。え、あ、ちょっと待って、店長のタイプ、これ熱いで。月光ゾーン来た、俺も。
ほら、赤ボタン、赤ボタン。あれ、あ、いよいよやな、これもう。こんな仕込みがうまくいくとは思わない。いや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 、やりすぎでしょ。キリンガラー。ハズドンバーイ。金ちゃん、マジで信じるな、高尾だぞ。弱かったっすよね。リーチがね。外れてる。店長の台はただ赤なんすよね、エフェクトが。金ちゃんは金までいたもんね、ほんまに。いやでも振り注いでるで。振り注いでまたくるくる回ってる。振り注いでよ、これ。金だらけでも外れる高尾。まあ確かに軍予告とかはなかったもんね。金ちゃんだけ、あれ、バイブってた？バイブってました。これはなってないでしょ。あ、これはなってないね。これ、いいリーチいくんじゃない？デフォルト金ちゃん。おっ鬼面組や、多分鬼面組。あ、タイマー発動しましたね。これは来たな。それっすね。これは金ちゃんなかったやつですね。はい、鬼面組御用は熱いです。あ、これやな。あとタイマー発動でリーチが長いほど信頼度アップってなってます。なるほど、じゃあ連打しとこう。高尾やと当たらんぞ。プ、知ってたって言われた。いやでも これってもう全部金備えてるんじゃない。まあ、熱いよね。展開的には金ちゃんよりは店長の台の方が尻上がりいいかな。だからほらもう22秒なってるもん、はい、なんかこれタイマー増えてってる。増えてる。そう、タイマーが長ければ長いほど熱いみたいですね。ああ、なるほど。最高で4つ半ですね、このリーチ。 3.5 から 4.5 に期待となってます。あ、ほんじゃもう勝ちやん。勝ちやん。いや、まだ分からんって言われる。ほら、まだまだ言うて。お、いいですね、長い長い。簡単っすね。簡単やな。これなんか長ければ長いほどあれか、こうリーチが長くなるから、あのあれなんかな、演出熱くなるんかな。フェイクさん、この台今日当たってたってことで、ね、当たってた。あ、軍来た、軍来た。これはもう、だってもうこれ外れたらもう店長やめなあかんね。やめなあかん、意味ない、意味ない。よー、当たった、当たった、はいや。金ちゃん何やったんやろ。あ、こういう感じなんや、今回。すごい回るね。すごいね、これ。やばい、やばい、やばい、これ。アタッカー開くまで使用できない。高尾は20キロタイマー発動。もうでも、割とあっさり上がりましたね。いやー、嬉しいもんやな、これ。店長、保留、別にでも変わってなかったですよね。保留、何も変わってないですね。まあ、あの、ボタンがバイブしてたっていうのがね。いきなりバイブから始まりましたね。なるほど。バイブ系やっぱちょっと熱いんかな。で、こっからこっから、まあ、大体は多分3ラウンドやと思うんですよね。3ラウンドですね。はい。まあ、ここの3ラウンドで、時短1回、おにぎりチャレンジっていうのに入るので、まあ、ここで当たれば次ラッシュかな。そうですね。はい。まあ、多分時短1回足す4回保留みたいな感じだと思うので、まあ、実質5回で、6.7 分の1。あ、バイブりましたわ。またバイブりすんの。熱い、熱い、これ。ちょっと待って、そんなにバイブくんの？ゼニって書いてあるもん。あ、ゼニリーチはね、一応、鬼面組御用リーチの1個下になるんかな。3個半。上から、2番目かな。あるよね、それ。これ見てたらね、あの、京楽さんの方のゼニ型のリーチとかと、まあ、信頼度はそこまで変わらんかな。やっぱ、鬼面組がね、一番熱かったんで。当たるんかいって言われてる。いやー、気持ちいい。はい、当たらんのかーい。店長、画面派手やけど目大丈夫って言われた。いや、ほんま、もうただでさえ細いのに。この目がね、目が細くなってまうね。はい、ここからおにぎりチャレンジ入れます。はい、楽しい楽しい、はい、楽しい楽しい、時間来ました。ここで 6.7 分の1を仕留めればラッシュ入れますので。 6.7 分の1をね。はいって言われた。はい、レバブルの大安売りってね。他の台は信用できない。まあ、確かに平和さんの台とかも結構レバブル多いって言ってたもんね。じゃあこれで赤いんちゃん。これちょっと見てみましょうか。そうですね、うん、あ、赤まで行きましたよ。金や。あ、金、これ店長仕留めた。これ来たよね。めちゃ走ってんもんだって。めちゃめちゃめちゃ、これレインボーに見えるけどどうなんこれ。レインボーじゃないの。これレインボーじゃないの。ボインで出ました。これレインボーなん。はい、当たった。めっちゃ簡単やな。ほんまに。やばい。あ、6.7 分の1を仕留めましたんでね。これで おにぎりラッシュ入ります。やばいや、はい、めっちゃおもろいや。おもろかった。あ、案外あっさりなんすね、時短のリーチはね、うん、めっちゃ簡単やん、これアマデジやん。あのライトミドルやからね。めっちゃ面白いや、うん、じゃあこれで
トコズギの場合はね、10ラウンドと3ラウンドの振り分け 50% ずつですので。そうですね、はい、こっからですね。ここで10ラウンドにならへん、ならへん、お約束ならへん。まあね、あのセグ確認したりとか、もしかしたらラウンド中昇格もあるかもしれませんのでね。なるほどですね、はい、今日はデモ基盤で、いやいや、あのお店にあるね、あの普通のちゃんとした台使ってますんでね。おかしいおかしいなと思いますけど。いや、面白いな。でも皆さんもね、こうライトミドルとかやってやっぱオスイチのパターンもあると思いますんでね、うんうんうん、はい、全然ないことはない。思ったよりは早かったけどね。はい、これで V 入賞しましたので、右打ちのおにぎりラッシュ時短6回に入ります。いってらっしゃい。まあ、継続率は高めだと思いますので。そうそうですね、まあ、平均連チャンどれぐらいなんでしょうね。まあ6連、5連、6連ぐらいはあるのかな。うん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 。ああ、金ちゃんがほんまもうかませ犬感がすごいよね最初期待持たしたん金ちゃんやからね。あれや、金ちゃんちょっと白浜に旅行行ったからね。あら、シェハマ旅行行ってきた。シェハマ旅行行ってもうたから、そういうのもう引けへんくなった。引けへんくなった。天気良かったんですか？ギリギリ雨降ってなかったです。あ、ギリギリ。雨降ってなかった。はい、海は入れたの？うん、海ね、入ろうと思ったんですけど、はい、ちょっとだけ雨降ってたし、息子が怖がるんですよ、ね。あら、そうなんや。あ、わかる、最初の方はね。そうなんですよ。なかなか慣れないですよね。まあでもね、楽しめたんやったら良かったですよね。誰が興味あんねん、この話誰が興味あんねん。あるある、興味あるある、みんなある、あるある、みんなある。家族サービスしてるっていうね。そうそうそう、はい、高尾のあたり生まれて初めて見た。嘘つけ、ほんま。ここからは、時短中というかね、右打ち中の、演出になりますので、まあ、どんな感じが熱いのかなっていうのをね、見ていけたらと思いますね。これ何なんやろ、この白い玉。白い玉、なんか色が変わるのかな。めっちゃリーチ来る。絶対リーチ来るってわけじゃないのかな。あ、1回転ずつ絶対、ね、あ、そうなんかもしれないですね。まああとはこの多分相手の期待度とかありそうですね。これ白だから、うん、まあ赤だったりとか、うんうん、あ、でもこれ3、2、1の赤なんじゃない。 赤文字。右打ちは ST、 一種二種です。一種二種混合。はい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 、まあ、赤じゃ当たらないってことですね。赤じゃ絶対あかんってことですね。さすがですね、はい。あ、残り3回、これ残り2回になったよな。まあこの時にね、全部保留はためといてもらったらいいかな。一種二種だったらすぐ消化だね。そうですね、これでもさっきのちょっとちゃうね。ちょっと違うリーチ、御用リーチ、はい、これ熱い方じゃん、わからんけど。そうでもなさそう右打ち書いてたかな。写真ね、見てるんですけど、右打ち中のそのあたりのあれがあんま書いてないので。最終決着、最終決着、停止、押せ、はい、あかんあかんねや、あかんのね。でしょうね、逃げられちゃっただろうよ。あと2回、ここから高尾クオリティ発揮ってね。一瞬にしたら消化早いね。お、そうですね、強者、強者やったらあかんのかな、つわものか。あ、また僕用バトル、うん、これもさっきも外れたやつやで、これ。でもやっぱり銭形は強楽がいいなまあもう言うて2作目になりますからね、高尾さんね。最終決着って当たりじゃないのねちゃうかったみたいですね。まあでも普通のバトルよりは熱い、まあチャンスなんかな。あ、やっぱそうなんすかね。なんかそんな気さっきはね、発展もしなかったもんね。はいはいはい、やっぱなボタンが青いのがあかんと思うボタンが青いのがあかん、うん、これもうボタン赤じゃないと多分ね、はい、一生入らんすよこれ。まあ、なんかインパクトっていうねボタン演出もあるみたいですけど。ラスト鬼鬼鬼、あ、なんかタイマー、これ絶対99秒え50秒え、あ、全員倒せばね。あ、50人ってことか。50人はじゃあどうなんやろ、期待度はあんま高くないのかな。高尾の飛び出るのがまあ熱くない、レバブル待ち、全然倒されその程度か言われた。全然倒されんって、まあ、これで6回転終わったんで多分4回転ぐらいあれかな、残りこの4回転あんのかな。あるあるの、溜めてて、ら溜めてお前残り4回転ある、なかったね。
あ、じゃあここもあるんや。じゃあここはもう左打ちなんですかね。あ、それかあれか、右打ち残ってんのかな。あ、でも店長今左打ちしてあれ保留入った。え、うん、これ元々のあれか、うん、そう残ってる分、残ってる保留か、うん、じゃあまたここで多分当たればまたいね、はい、運切りラッシュ入るかな。そしてちょっと熱いっていう、ね、これそうですね、うん、右の保留で赤とか金とか来たらちょっと期待持ちたいですよね。熱いよって言ってる。あ、本当ですか、うん、緑の文字でほら、あれ流れ星待ち義人さん、これでも流れ星みたいなもんじゃないの。義人さん、そっか、一回抜けてからのなんやな。そう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 、ほらもう保留もなんか平次さんになってる。あ、ほんますか、うん、じゃあこれは平次さん保留、平次さん保留あ、確かにほんまや、平次保留になってるわ、うん、あのファノン1回1回待たされるからな。あ、そういう感じかな。なるほどなるほど、これで熱いやつに行くのよ。あかん。あ、でもこれは黄色、絶対黄色や。え、あそこまで行って星にいいな。さすが、さすがっすね、バランスさすがっす。これキレパンダ動くんやんか、ね、左右こう、あ、ラス、あ、動くんや、うん、そう、こう動くねんけど、その時に、はい、この筐体のところに小指置いとったら挟む、この今挟まって、危ない危ない危ない、これ危ないわ、気をつけてください。え、外れんの。いや、こっからこっからか。あかんやん。え、あかんの。あかんねやわ。え、あそこまで行って右打ちあかんの。あかんねや。あ、そうで、あと2回行く。あ、キレパンダ出てきてる。え、ほんまや。え、かわいい。え、うわ、かわいい、めっちゃかわいい。絶対、え、今回キレパンダはプレミアじゃない。プレミアではなさそうですね。まあ、熱いぐらい。デフォルトパンダ、デフォルトじゃないと思う。だってさっきね、店長の台、おー、当たったよ。やっぱキレパンダは出てきたら熱いんすよね。あ、これっすね、春日高を。そうそう、ちょっと挟まるから危ない、挟まる。うまや、キレパンダ動いてる、春日高を、高をのバランスよ。黄色、さっきの店長のは、まあおそらく黄色やったんでしょうね。黄色黄色、この銭形平次リアルタイムで見たか。今回のボタンのところにもキレパンダいるんですかってことで、いますね。いや、いるんですよ、可愛いんですよ、それがまた。これいつからやったかな。高橋さんね、最近の筐体はもう全部この筐体に変わってますので、うんうんうん、可愛いよね。これ設定付きじゃないからね、あの皆さん銭形平次、はい、普通の219分の1のライトミドルですから。残り4回転が長いな、これ。あ、まあ、確かに、また0回、まだこれ最後やったやな。はい、1期当選のユーパチからキレパンダ続いてたと思うので、ね、そうやったかな、終わりました、終わりました、ありがとうございます。あー、まあ最後の残りね、4回はあの大勝負ゾーンっていうかな、これでもまあ赤系が来てもちょっと外れるということなんで、あの油断はしないよ、見だけ。結構ね、あの右打ち保留で、熱い演出とか来たら結構当たりやすいんかなってちょっと錯覚しちゃったけど、うんうんうん、そうでもなかったね。これ保留用にしなあかんね、ケンちゃん。そうですね、もう常に保留用にね、うん、しといてもらう。まあでもいつから打ち出せばいいのかっていうのはちょっと微妙やな。そうですね、まだ今は大丈夫かな、うん、今は打たないのかな、はい、始まってからで、この時は多分ね、説明があるから結構あれですよね、無駄打ちになっちゃいますよね。ここで保留用にためなあかんわけだね。ひよこはプレミアですか。ひよ こ今回どうなんやろうね。ひよこはあれ、カイジだけかな。あ、もうたまったから、たまります。ひよこに関してはあの刷新や何にも書いてないですけどね。ひよこ、ひよこ、高尾さんってなんかあのひよこがあったり、いちご柄があったり、キレパンダあったり、なんかあのゴールドタイガーとかなんかいろいろあったから。ああ、っていうかあれや、まだ格変入ってないのにこの演出あるんやな。そうですね、走ってなかったんですよ。お前ですね、さっき店長の方走ってたもんね。八兵衛走ってた、平八、八兵衛、どっちか知らんけど。さあこれで金ちゃんはとりあえず1回転のおにぎりで、こっから大勝負ゾーンまだ4回あるんで。ああ、なるほど。そうそう、またここの4回転で引き戻せれば、ラッシュかな。ああ、なるほど。
いや、天女のあの走ってきてた演奏は良かったんかな。あ、でも一発か、一発やんな。はい、もう金ちゃん4つ溜まってたら左打ち戻してもいいって書いてるから、はい、はい、全員がとおもろいよ。右打ち何回転、右打ちはね、1プラス4回転って考えてもらったらいいかな。はい、でラッシュの時は、6回転、絶対6回転に増えるので6プラス4になるのかな。ジャギの台からやったような気がするってね。ライダーの闇のバトルみたいな感じやね。あ、そう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 やね。そう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 。1プラス4とかそういうことです。どうなんこれは、手応え的にどうなん。あ、全然ダメですね。残り1回転だけ、はい、あ、でも女の子捕まえたらチャンスかな。全然逃げた全然逃げた。高尾の台割とあれっすね、こう甘くないよね夢みたい。簡単にいけそうやな思ったけど、そうでもなかった。あれ、もう終わっちゃったね。お、一応、はい、終わり。お、お、最後の望み、それ。これ最後の回転かな。そうです、最後回転やな。はい。あっちゃーやな。もう一回連続予告欲しいね。6点何分の1を引けんかったってことだよね、これ当たらんかったら。あ、そうです、そうです。6点7分の1引けなかったらまた通常に戻ります。ほい、なんか来い。あ、めっちゃ笑うやん。あ、笑ったらダメ。うん、終わりました終わった終わりましたね。まあまあそんなもんよね。で、じゃあもう当たったんやけどね。ちょっとラッシュ通がんかったね。なんかラッシュ2連ぐらいは欲しかったなキーちゃんラッシュ入らへんかったもんね。はい、うん、やられたな。まあでも開始30分でお互い大当たり引けるっていうのは、まあそんな感じで当たるんやなっていうのは分かりますね、まあ金ちゃんに関してはまあキレパンダ出たし、まあ店長はもう鬼面組ご用リーチ多分一番長いやつやったと思うんで、あそこまでいけば熱いね。おお、これちょっと面白そうやね。これ金城主任、これもこれで当たってたんや。これで当たりました。ここからキレパンダポーンやったな。ポーンキレパンダポーン。一緒、あ、一緒、全く一緒、うん。え、これ外れてたやつやん。これで当たったっけ。ちゃうやんな。キレパンダボーンっすね。これでパンダ出てきたと思う。右からパンダ出てきましたね。俺らパンダも指挟めそうなったね、これ。指挟めそう。危ないよ、これパンダ。不意に動くから。筐体に皆さん手は置かないでください、どうぞ。なんかパンダ出てくるときに、なんかあんのかな、あの、出てくるよっていう演出みたいな、ボタン震えるとかね。あ、でもパンダなかったね、今回。はい。やっぱパンダ待ちなんかな。ポンチじゃなくてボンボン。当たり方分かったけど、右打ち当たり全く見せれてない。確かに何のリーチが熱いかはちょっと分かんなかったね。最終決戦も結構。あ、これ先読みや、絶対。ほら。あ、本当ですね。これあれかな、確かに7の先読みの方が熱かったのかな。さっきね、7の先読みもありましたもんね。お、緑緑緑。あと1回来い。あと1回先読みしろ。あと1回先読みしろ。あと1回先読みしろ。オーケー来た。はい、ここ赤なるから。はい、緑緑緑後期到来。お、蝶々、蝶々飛んだらギジル。それなんか強楽さんかな。あ、まあ、それ一緒なんかな。じゃあこれは多分一緒やと思う。まあ、寄せていってるんかな。寄せパンダな。寄せパンダじゃないちょっとまあ分かりやすく寄せてくれてるんかもしれませんね。高尾愛されあればどんなリージでも当てれる。ギジさん、高尾のボタン、そっかそっか。ギジさん、正直これ打ちたい。ギジさん、まあ、でも演出は別に嫌いじゃないですけどね、うん、キレパンダ、キレパンダ、パンダ待ち。お、7点ちゃうんかい。ずれた、8でした。多分7点やったらあれですよね、多分あの薄いとこ確率引いてますよね。ああ、なるほどね。多分10ラウンドの 4% 引いてるはずですね、もし当たってたらね。まだこれや、これ緑緑止まり。まあ連続動く3回だけじゃやっぱちょっと弱いですよね。やっぱ先の先読み入ったりとか、まあ、あとはリーチがどこ行くかですね。でも演出が多いからちょっと面白いかも。そうですね、高尾はパロディ得意やもんねそうね、パロディ多いね。当たらんのまあまあまあ、リーチは良かったですからね。なんすか、
いや、こっから多分、あ、そうですね、薬物が薬物がビャーになったら発展するんやと思う。そうですね、多分、多分、多分自信ないけど、うん、まあ、もうちょっといいリーチに上がるかもしれませんね、ランクアップで、うん、はい。一応まあ、落下回転全稼働っていう、あの、薬物の3パターンみたいなんで、まあ、さっきあの、くるくるくるって回ってからね、全部薬物また閉まったら、その鬼面組に発展っていうのはあるみたいなのね。おとつのパクリとかやめろ、いい加減にしろ。違う、パクリじゃない、よしてくれてんの、よしてくれてんの。そうや、そうや。そうそうそう。あの、平時間をこう損なわないようにね。そうそうそう。いや、でも面白いよ、これ。どう、ケイちゃん。いや、演出楽しめてないんですよね、まだ。まだ、そこまで。あの、演出多いから。ざわざわ、まあまあ単調ではないですよね、うん、でもやっぱりその緑保留でどんだけ熱い緑保留っていうか緑演出ってめちゃめちゃ熱い演出に見せかけてるやん見せかけてる煽る煽るってこと、うん、まああとはですね保留に関してはさっき店長ねあの平時保留来てたって言ったけど、うん、あれ真ん中よりちょっと低いぐらいみたいですね。あ、そうなんですか。うん、なんかめっちゃ保留の数ありますよ。キレパンダ保留もちろんあるんでしょうね。やっぱりね、キレパンダ保留はもう激高ですね。あ、激高、結構、はい、うん、激高で、次がキセル湯みたいな保留かな、金、まあ金保留っていう感じなのかな。で、その次があの鬼面組のあの鬼の顔した保留かな。まあ、この辺のこの3つぐらいが出たらかなり期待度高いみたいですね。まあ、あとはあの銭かな、ゼニの形がやっぱ一番でかいゼニが、はい、かなり厚いみたいですね。今回 3個大きさあるみたいなんで、まあ、その辺もチェックですね。あれ何これフリーズっすよ。フリーズある。フリーズしてますね。なんかあれちゃん、わかる、さっき俺もあったもん、ロングフリーズみたいなやつか。あのここがパカ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 って、ね、右がそうかもしれない、ね、右パカパカのやつ、右パカパカ。まあでも一応ね、演出は発展しそうですね、うん、パチンにフリーズあったっけ。まあ産業さんとかはね、割とその小当たりとかでちょっとこう一瞬パカパカみたいなのありますけど、ステージ変更の時とかにね、そうですね、ある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 、うん、まあこの演出に関してはちょっと分からへんけど、特に何もなかったですね。何もないかい。いや、お前そんなあったらもうすごいんやから。押し名字保留と稲川淳二の顔の保留は良かったよね、秀逸やった。そうそう、高尾さんのね、稲川淳二はほんまにすごかったよね。面白かったけどね、あれ名器ですよね。はい、心地マスターのパクリはすごかったって、ね、よかったもらいますけど、まあライトブルーやからね、まあ追いやすいのは追いやすいかな。うんうん、ミドルやったらやっぱりもう一回319かって思ったらちょっとしんどいもんな、抜けちゃったらね。あの格変の楽しさが分かったらもっと打ちたい気持ちになるんやけど、うん、ちょっと残念ながらね、今のところ最高2連で終わってるからね。まあもう一回ぐらいね、時間内にあとあればワンチャンあるかなって。はい、おもろかってんけどな、当たるまでは。高尾のレインボーはただのカラフルです。いや、ほんまに新鬼はフリーズしてた。新鬼ってあの新鬼武者、強楽の鬼武者ちょっと売ってないからあれですけどね。まああと何やったっけ、乙女とかもフリーズじゃないけどね、あの止まってたら止まってるほど熱いみたいなのはありましたけどね。乙女、戦国、戦国乙女、そうそう、何も何本前やとか3とか2とか、なんかその辺のやつだと思いますけどね。なんかフリーズ予告はありましたね。はい、今のところパチに打ちに行って負けるパターン、連しないで初当たりしか取れないやつ。あー、でもなんかその匂いはする。どっちか、どっちか頑張ろう。店長見てください、20連してますから、ね、いや、すごっ。あ、ほんまや、データね、今日のお客様のデータすごいね。まあまあ継続率 80% あるんやったら20連もありますよね、そらね。あるんやろうけど、なんか開示でへそ全回転引いて通常だったときはどぎも抜かれた。どういうことですか。確かね、開示はへそで、へそでその全回転やっても確か確変って確定じゃなかったんやったっけ。そうなんや、さすが開示ですね、ギャンブル性がすごいね。フリーズって基本リールが逆回転やもんな。まあそれはね、スロットが
そのあれよね、フリーズの逆回転ってことやけど、パチンコのフリーズに関しては本当に画面が止まるっていうかね、はい、長ければ長いほどいいみたいなのもありましたね。占領箱来たわ、占領箱。あ、一応保留変化ですかね、うん、こっから何が出るか。 あかんな、これ絶対あかん。青、うん、まあでも多分変化もあるでしょうね、途中変化も。まあやっぱさっきね言ったあの鬼面組のお面より上の保留だったら、まあ期待度高いかなって感じですね。やっぱ先読みでもある程度ちょっとざわざわするな。そうですね、青ボタンがペコペコされても、あペコペコあーあーってなるだけやもん、これもペコペコされて。じゃあ 赤系のなんかボタンとか、ね、赤ペコってたらもうちょっとテンション上がる、ね、赤ペコ赤ペコ、うん、まあボタン先読みバイブもあるみたいなんだよね。あー、はい、揺れてます揺れてます。うん、銭形ってね、当てたよ。まあ、こんばんはね。まあ寝台ラッシュの9月ですけど、皆さんやっぱねどうなんでしょう、スロットを打つ方はやっぱまだまぎ一択なんでしょうかね。まあそうでしょうね。ねえ、どうなんでしょう。まあパチンコやったらまあね、9月の中盤はまたあのねガンダムとかも寝台ありますけどね、うん、まあぷいぷいゴジラじゃないですかねめっちゃ押すやんぷいぷいゴジラやったら打ってもよかったと思いますけどねはい、ぷいぷいゴジラのゲーム性なんかもわからんすけど、はい、ああいうちょっとなろうな感じの舞台も僕は好きですけどね、ざわつかないようなね、ボタンで飛び出すのデフォなんかなってことで、まあ高尾さんに関してはあのクイーンズブレードも結構ねポーンってボタン飛び出す演出多かったんで、まあもしかしたらデフォかもしれませんね。最近ね、もうどの筐体というかどのメーカーさんも割とボタン飛び出す演出だったりとかは多いよね、はいはいはい、スローは最初は窓まぎだけど前のと比べてどれぐらい劣化してるかによるかなってね、劣化まあまあもちろんね、初代と同じ性能はもう作れませんからね。そうなんですよね。そうそう、ただまあ6号機っていう適合の中のスロットとしてはどうなんかなって感じですね。マイマイさんはどうですか、うん、今この9月の寝台の中で何が一番自分的にそうって思うんです。まあもちろんね、その私でもミドル打たないんでね、ライトミドル好きだから、まあやっぱあれじゃない、逆者じゃない逆者ちょっと気になってんのはね、気になってんのはね。なるほどね、はい、スロットはね私もう全然本当打ってないんで、もう10年ぐらいかな。あ、そうなの。そうなんですよ。だから、まあでもあの判件的にあのタイガー&ワギーめちゃめちゃ好きなんで、あれちょっと一回打ってみたいなっていうちょっと好奇心はあります。え、あれって何のアニメ。あれはアニメです、はい。あのもうでもだいぶ前やけどね、7年8年ぐらい前ぐらいの多分判件やと思いますけど、当時ねあの夜中やってて面白かったんでずっと見てましたけどね。あ、面白いんや。面白いですね。あの花は、あの花はね、アニメはめちゃくちゃ面白くて見てて、はいはいはい、パチンコももう一回打ったんですけど、はいはい、ちょっともういいかな正直なところね。いや、ま、ちょっとね、右打ちがね、思ってたのとちょっとちゃうかったなと。演出がね、ちょっと単調やったんでね。まあもちろん判決的にはすごくいいんですけど、まあまあ私はもういいかなって感じですね。判決的にはやっぱビッグコンテンツっていう、ビッグコンテンツでもないけど、やっぱマニアには受けるっていうか、好きな人は好きっていうか。そうですね。まあ私も、まあ、結構最初はスペックで見ますけどね。ただでも打ってみるとやっぱ正直わからんところはあるんで、はいはいはい、ね、いくらスペックだけ見てもううーんって言ってもまあ打ってみて、いや実はめっちゃ面白いやんっていうのも結構ありましたしね。難しいよね。あのハワナは U パチで右打ちの改良をお願いしたいということでね。まあ半径知ってる人はちょっとざっがっかりっていう方も多いんじゃないでしょうかね。あ、やっぱそうなんだ。あの花はある意味配信向きっていうか演出さんみたいけど自分では打ちたくないあのまあ通常演出は全然良かったんですけどね、右打ちになってからの温度差がすごかったなと思っておおっていうね。あ、そんな温度差あるなんかね、世界観がだいぶ変わったなっていう世界観変わったらダメでし
いや割とねあの花ってこうしっとりしてるというか ね、うん、やけど右打ちになったら急になんかお祭りわっしょいみたいになるからおおってどこ行ったん世界観っていうね。もうずっとあのシークレットベースが流れてるような、はいはい、右打ちが良かったっすね。まあか、まあ、ストーリーがちょっとこう、うん、1話からこうずっと ね、はい、ね続いていくみたいなのが良かったけど、あといきなり流星ラッシュイエーイみたいになったらおおってなるよ。いきなりパリピそうそうウェーイみたいな、あれそんな話やったかなってちょっと自分を疑ったぐらいないきなりパリピそうそう、いやまあでもあのね一種二種混合機やし、ライトミドルやしね、面白いのは面白いけど、うん、そこだけちょっとすごくあの違和感が引っかかったというか自分の中で、ね、なるほどねそう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 、だからもうええかと、そうね、まあまあ、うん、他の台打っててちょっとまあなんか目星台がなかったらちょっと打つかな、うん、いうぐらいかな、もうちょっとお腹いっぱいやな、そうですね、はい、北斗初打ち負けたら引退する覚悟だから勝たしてほしいっていう言い方もありますけど、何で言うんですか、何で言うんですかあのそこまで本気出さんでええと思いますこらこらこら北斗はね一応信頼動画で通りましたけど、どうやろう、まあでも昔の豪商か豪商をちょっとこうモチーフにしてるというか、そういう演出も結構あったんで、うんうんうん、昔北斗打ってた人はあなんかちょっと懐かしいなって感じもありましたけどね。ただ小当たり野手が受けるかどうかですね。もうそこだけかな、本当にね、そこだけ。小当たりやもんな。ね、逆襲のシャアは落ちたってね、シャアのイケボが最高ってね、スポンサーだらけのやつ、ね。通常ねスピリジはいいけど右打ちががっかりなあの花って言われた。いきなり地獄少女の夕立とか海みたいな感じになる。あー、まあ、わっしょわっしょみたいな。確かに確かに、うん、地獄少女がなんかぴったりのような気がするちょっと似てるような気がする確かに、どうして花火になるんだ、花火上がったら当たりって何なんだってね、確かに。はい、フェイクさん、北斗の死出しましたってね、どう思いますって。もちろんしましたよ。セブンとかと比べてどうですか。いやもちろんそれはね、うん、何撃っとってざわざわするし、うん、ざわざわするし、初めてやから面白いって思いましたけどね。それはもう面白いですよ。ただセブンとはちょっと比べられへんね。もうスペックが違いすぎてるから。うん、無双とも違うし。そうそうそう。うん、エースはあのかなり。あなんか綺麗になったなと思ったんですけどね、なんかそのビジョン的にね、うん、新しいのもね結構演出も増えてたので。ほんまにだからあれだけやと思う。小当たりラッシュがだから受けるかどうかかな。そこでも今後も変わってくると思いますね。うん、でも結局あのセブンもそうですけど、はい、やっぱ何かと北斗は比べちゃうんですよね。まあまあ確かにね。でしょ、うん、北斗シリーズのこれよりは面白い、北斗シリーズのこれよりは面白くないみたいな感じで比べちゃったもんやから、北斗セブンも最初ちょっとしんどかったけど、うん、結局最終的に北斗セブンちょっとええやんみたいな。そうですね、今もね割と増大する店の方が増えてるという。そう、最初の感じだけで判断してほしくないっていうか。まあそうですね、まあ、まあまあ確かに、うん、まあ最近の方はこう見切りが早いんでね。そうなんです、そうなんですよ、うん、ちょっと打っただけでもクソやとかなるけど、うん、まあ長期的に見たら実はそうでもないんやでっていう台も結構多いですね。いやそうなんですよ、うん、まあでもまあまあ本当にその小当たりラッシュがだからどう受けるかかなと思います、うん、もうでも根本は初めて打って2回目打ちたいなっていう台が、うん、はい、もちろんはもちろんそりゃそうなんですよ、はい、その出会いが一番なんですけど、うんうん、今このご時世ね、うん、やっぱそういう台が難しいと。そうですね、うん、だから根気よくと言いますかね根気よくいや、まあ、もちろんねその作ってるメーカーさんももう本当に県で闘争もでね、はい、もうやっぱりスペックいろいろ考えるわけですよ。そうもちろんそのユーザー目線でだっては、うん、台をね作ってもらいたいというのはもうもちろんなんですけど、でなかなかねそのユーザーのみんなの意見の台ってなかなか通らないから、うん、まあ、それをだからうまくねこう確率ちょっとこう変えてみたりとかでね、そうそうそうやりはるんやけどね、なかなかまあ今の世の中に出てきてる台っていうのはまあこういうね感じの台が多いし、まあ各メーカーの開発力も全然違うからさ、うん、ね、
そうそう、1回でお腹いっぱいっていう台はケース台かなってね。でもいい台はいいと思うよってね。北斗もさんもいつの間にか神台になっちゃったもんね。そう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 。まあ最初はね、まあまあそこまでって感じやったけど、やっぱりスペックとかね、そのいろいろ新基準になってきたら、やっぱりね、実はあの台良かったんやねって台本当に多いと思いますね。いや、そうなんですよね、うん、北斗も演出はもうないよねってね、そろそろ演出なくなってきたやろうということで、まあそのお話自体がもう完結しちゃってるんでね、そこがやっぱりこうなんてやろうな、しんどいところもあるかもしれないね。そうなんですよね、うん、あとそのメーカーさんの悪口を言うわけでもないですが、はい、あのそのメーカーさんは誰目線、はいはい、誰目線でこの機械を作ってるんだろうかっていう、もちろんそのお客様が楽しんでいただくために僕たちエンターテイナーなんで、そりゃそうだね、お客様に楽しんでもらうような演出ではなら、演出じゃないとダメだと思うんですよ。まあ確かにね、はいはい、お客様が楽しい、売ってて面白い、まあ面白いわと思わんとはあかんと思うねんけど、果たして お店の顔色を伺ってるんじゃないかなみたいな。あ、なるほどな。まあね、その問題になるところもいっぱいありますしね。こんなん言うとあかんかも。いや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 。まあまあ、でもそれはね、やっぱりユーザーファーストであるべきやとは思いますから。いや、それはもちろんそうですよ。お客様が売って楽しいと思わないとダメなんですから。そうそう、ほんとそう。はい、お店じゃないからね、買うのはお店やけど、やっぱ遊戯するのはユーザーさんやから。いや、そうなんです。ユーザーさんに指示受けないとね、はい、もちろんその導入したホールだって苦しいし、はい、まあ、売れなかったメーカーさんだって大変やから、はい、全部はそこにつながってはきますからね、もちろんね。いや、それが果たしてどうなのか、ね、北斗セブン評価してる人見たことないって言われてるけど、どうやろうなまあそういうこうなんていうのね、媒体の方たちがどう言ってるかはちょっとわからないけど、まあ媒体の方たちもやっぱお仕事だからね、そのまあ評価ももちろんあるけど、まあでも一番はやっぱ自分で売って面白いか面白くないかを見極めるのが一番やと思いますけどね。いや、そうなんですよ、いくらだってあの人面白い言ってたけど実際売ったら思わなかったとかね。いや、そう、あの人思わない言ってたけど売ったらほんまおもろかったっていうのもいっぱいあるし、うん、そう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 、だからまあ鵜呑みにはしないでね。まあもしほんまに興味あるんやったら、まあまあ打つ機会があればね、打ってもらったらいいかな。そう、北斗っていうコンテンツが好きな方もおられるんで、もちろんね、好き嫌いとかでありますけど、うんうん、やっぱ僕だってそのディズニーランドとかね、ディズニーランド、はい、来ました、はい、はい、ディズニーランドと行くじゃないですか。皆さんミッキーマウスいるでしょ、うんうん、ミッキーマウスが果たして面白いのかって面白くないと思うんですよまあミッキーマウスはね、うん、ドナルドダックがそんなおもろいのかと、はい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 、はい、うん、ね、面白くないよ別にミッキーマウス、はいはい、ただミッキーマウスっていうブランドで、はいはい、あるわけやから。まあまあまあ、もちろんね、そのキャラクターとしてね、そう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 、確立はされてますけどもね。そうそう、だからそれしたら勝ちちゃうかな思うんですよね。だからまあミッキーだけに会いに行ってるんじゃなくて、まあまあもちろん乗り物が乗りたいとかね、そう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 、雰囲気が好きとか、そうそうそう、まあいろんな理由はあるってことですよね。いや、そうなんですよね。なんか話やめっちゃ熱く語って、いや、フェイクええこと言うとるやんそうそうそう、あのみんなチャラン、あのね、店長チャランポランじゃないからねみんなね、たまにはええこと言うから、たまにはね、たまにはね、たまにはええこと言わせてください、ね、明日のジョー打って小当たりで増やしていくのもう二度と打たないと思ったで、ね、いや、そうなんですよ、明日のジョーね、明日のジョーもあったね、あれは厳しかったですね。そうやね、ジョーもだからやっぱり京楽さんの時の方が良かったって方も多いもんな、そうなんですよね。そうそうそう、いいこと言った。シリーズ続くたびに主役が弱くなるってなんなんて思う。その台は AKB 出ますかって。今回は出ませんね。はい。まあ、ちょあの半券が高尾さんの半券に、前回作から変わってますので、今回は、コラボのアイドルは多分おられないですね。今のとこね、当たりもありましたけど出てこなかったからね。うん、結構お客様を第一に考えるのがベストやんねってね。お客さんが求める店が増大する、メーカーに発注来る、結局はそれがプラスになるもんね。でも、ね、もちろんね、その周りとしてはそうなりますよね。いや、そうですよ、そうですよ、そんな
まあだから一応ねその要望としてとか、まあ、こういう台がいいよねみたいなコメントも結構いただきますけどね、もうそういうのはなんかメーカーさんにお伝えしたいところではありますけどね。いやそうなんそうなんですね、うん、まあ、僕らがいくら言うたところで、そうそうそう、まあ、もちろんだって店長らだってそのやっぱ打たれる打つ人も多いわけやからね、はいはいはい、なんでこういう仕様にしたんやろうとかやっぱ考えることもあるしね。いやユーザー目線というかそのお客様目線でまず打つじゃないですか、はいはい、自分がお客様になって、はいはい、でこの台は面白くは面白くないか、はいはい、でスペックも見るし、はいはい、で見た時に、うん、もうこれ全然おもんないやんみたいな、うん、あるあるミッキーマウス全然笑わない、ミッキーマウスちゃうけどなそれは全然、いやいや、まあ、ミッキー、うんうん、ディズニーランド行ったのに、うん、ミッキーマウス一回も会わへんやん、うん、まあ、あるっちゃあるけどね、そうそうそう、ヨウさん増やさなあかんみたいな、いや、そうそうそう、あれスロットやったらみんなのジャグラーとかそういう声を集めて作ったとかですよね。あ、ミンジャグ、あ、そうなんや、え、だからみんなのジャグラー、ね、やったと思います。じゃあみんなの北斗とかしてだからそういうのがあってもいいと思うんですよ、パチンコでも。いや、だからメーカーさんとそのユーザーさんのね、なんかこうミーティングじゃないけど、なんかそんなもあってもいいよね。みんなのパチンコ、みんなのパチンコP、みんなのパチンコもういろんなメーカーのキャラクター集結みたいななるじゃん、うん、いや全メーカーがそうそうそう、一堂に一台を作りました、ね、サミーさんやったら北斗、ニューギーやったらケージとかね、もう全部の会社が一台を作あのみんなが会社が力を合わせて1台を作る、もうそれやれちゃいます。もう各メーカーのそのあのね、開発力がごちゃごちゃなりそう、告知みたいな喧嘩なりそう、保留もめちゃめちゃなります、ね、喧嘩なりそう、お前全部保留変化ねえ、台が売れないと思う。明日のジョーでうちのパパ30連したよので、まあその小当たりラッシュも継続率もだから一概にその 65% やからって言ってその出ないってわけでもないし、まあ、もちろんね、ブレはあるんで、まあ、単発の時もあればそうやってこう20連30連ドカーンってなる時もあるんで、そうなんですよ、ね、一概にはもう何とも言えないですけどね。もちろんその高継続って言ってたって単発で終わる可能性もかなりありますし、だからこれは私の持論なんですが、はいはい、その数字にあんまり惑わさたらあかんっていうか、まあ、そうですね、それはありますね、はい、いくらも 65% とか 80% とか言うてますけど、はい、そうじゃないと、はいはい、結局、はい、そうじゃない結局そうじゃない、うん、結局そうじゃないんだよ。まあでもね、うん、その判件だったりとかでやっぱり選ぶ方も多いですしね、うん、そのまあ期待値でこう立ち回ってる方たちはちょっとわからないけども、うんうんうん、まあ一般のユーザー目線で言うとやっぱりその判件だったりとか、まあ、スペックだったりとか打ちやすさだったりで決める方も多いですからね、はい、店長、試打会というか展示会ってそういう話はしないのってコメント来てるんですけど、どういうお話ですか。まあそういうなんか台の話っていうかね、そのこういう風にした方が良かったんじゃないみたいな、なんかあ、もうね、はい、もう決まって持ってるんですよね。まあ確かにねもうそう出た時点では、そうよね、私たちがその展示会に行く時点ではもうこの台がこうなってるんですよ。まあだって向こうも営業するためのあれやもんね、買いやもんね、はい、見に来てもらってもうほんまに営業するだけの、買ってもらうっていう買いだからな。そうです、そうです。そういうだから店長とかのね、その意見を聞く会とかはなかなか難しいよね。そうですね、まあ車買いに行って、そう試乗会と一緒、そう試乗会と一緒、もうこのミラーこうした方が良かったんちゃうかとか言うたところで、ね、そうそうそう、もうその方で売ってますねっていうね、そうもうそうでんねん、そう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 、買うか買わんかですねそうそうそう、そういうのあるよね、やっぱね。メーカーさんもっとユーザーの声聞いてほしいよねってことでね、まあ、もちろんだから全部の声は拾い上げれないと思うんですよね。多分全部拾い上げれてたら、きっと、そういうなんてやろう、ね、台の内機とかもないはずやから、そう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 、ただちょっとでもその耳を傾けましたよっていうアプローチは必要なんかな今後。あ、まあ確かにね、それは必要ですよね、うん、今後そのお客様ユーザーさんに、うんうんうん、少しでも寄り添ってみましたみたいな、ね、企業としてアプローチは必要なんちゃうかなとは思いますけどね。そうですね、まあ、そういうメーカーさんはね、もう本当に好かれていくと思いますしね、はい、ユーザーから支持されるとは思いますけどね、はい、そうそうそう、最近は新しい台でもひたすら座れ続けてる動画見たらお腹いっぱいになるまあそういうなんてやろ、こう演者さんとかの動画も多いですからね、はい、ああいうもうね、つぎ込んで負けましたみたいな動画も多いし、だからああいうの見てたらそのだから
いいんか悪いかはちょっともう何とも言えないよね。そうなんですよね。うん、まあ面白いんかもしれんけどね。うん、最近出玉少ないから大当たり終わっても出玉出続けてるみたいなのないよね。あ、まあこれもだから上振れやと思いますね。下振れ上振れ。いい台っていうかなんてやろうな、スペックだけ見ても本当にその通りにはいかないしね。いやそうなんですよ、うん、分からないよねこればっかりは、ね、スペックだけじゃないんですよね。そうですね。うん、でもやっぱりどうして受けてる台があるかというと、球がたくさん出た人が多くいっぱいいるからだと思うんだよね、うん、と言ってますね。まあもちろんその、まあ、メーカーさんの戦略とかもあるでしょうし、まあよく見えるっていう体がなんて言っていいか分からへんけど、まあでも結局はね、支持されてる台がどんなんかっていうのはまあ調査はしてると思うし、各メーカーさんも。いやそうなんやろうけどなっていう話ですわ。もうちょっとできたやみたいな。そうですね、もうちょっとできたや。まあもちろんメーカーさんの開発力ももちろん関わってくると思うんでね、 あると思います。はい、社員さんだけで考えてるから同じようなのしかできないのかなって言ってますけど、まあだからなんてやろう、そういうね、こうシンフォギアみたいなのも結構パンでね、こうヒットしたりとかもあるし、でもあれ、あのスペックばっかりで作ってても多分飽きは来るから、ちょっとチャレンジしたりとかね、してる台もありますけどね。難しいね、ほんとこればっかりは。いや難しい、うん、いろんな人がいてるしね、ユーザーも開発もね、言い出したらキリないもんね。そうそう、まあだから面白いっていうのもあるんですけどね、うん、でも言っちゃうよね。そうそうそう、うん、それはしゃあない、求めちゃう、それはしゃあない、それはしゃあない、う、うん、それに変わってる以上はね、うん、お客さんもね、もちろん、ね、常に求めちゃうよね。そうそう、うん、ソシャゲのユーザーの声とパチンカスの声は当てにならないもんねって言われてるまあどうやろ、まあやっぱりね、自分ファーストの意見になったら、まあそこは聞けなくなっちゃうからな、難しいよねこれもね。確かに前に高尾の白魔女学園って台で1万3000発出た。お、白魔女学園なあれがなんか電波組さんのメイン台やったんかな、確か ね、うん、そう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 、あの台はね、ちょっと1回あの配信やったけど、私はちょっと時間内ではちょっと理解できなかったんで、あの台がちょっと難しすぎた。ちょっと何も起こらへんお前ね、最初だけやったね。大当たりラウンド終わってしばらくしてから、もう下皿の玉を抜いてくれって言われた時の快感がもうないと。ああ今ないですね、確かにね。まあ、それはもうラウンドのね、規制もありますからね。そうですね、時間の問題もあるし、そうそう、時間効率もあるし、もうラウンドもまあマックス10ラウンドですからね。そうですね、まあ多くても1500発。まあでもちょっと前って言ったらいいんかな、10年ちょい前ぐらいまではもう そういう台が普通やったからな。このやっぱ10年がそのパチンコも高騰してたというかね、ちょっともうマックス台出て2000発2400発みたいなのがもう当たり前になってしまってったから、それに慣れてしまうとやっぱりどうしても今の台は物足りないなって感じる方多いかなとは思いますけどね。はい、社員さん自社台を現場では打たないのかも。いやでも売ってるとは思いますけどね、やっぱその現場見に行ってね、その評判どうやっていうのは多分聞きに行ってるはずですからね。まああとなんてやろう、あの愛知県の方とかはその自社のね、あの店舗とかもありますし、例えば京楽さんだったらあのサンシャインね、あのなんとかっていうお店もあるし、あ、ありますね、あの直営店ね、ユーギンさんとかも直営店ありますから、まあ、先行導入入れて、まあ、どんな感じかっていうのを様子見たりっていうのはあの全然ありますからね。もうこれラストやわ俺もうこれラストや青流完全ラストチャンスやこれしかない。カモン OK、 おカモン OK、 疑似にはい緑保留来ました。おフェイクスマイルさんはやぶうちマネージャーは知ってますかって言われてますね。ああ、もちろん知ってますよ。今関東ですよね。そうよ、そうですよ、ね、関東の、ちょっと私あのどのブロックにいるかっていうのは分からないんですけど、あの関東におられますよ。あ、緑保留ですね。はい、緑保留で吉地さんですね。あらからのキレパンダ。キレパンダは来ないよね。からのキレパンダ、だからゴジラ撃てってからのキレパンツ。キレパンツではないキレパンツではない。5点
でもあるんじゃん。ないないでしょ。ないかな。まあ当たるときやっぱあれちゃいます。さっきの激高やったっけ、激高ゾーンでしたっけ、あの辺絡まないと厳しいかな。はい無理、はい無理、はい無理。刀の煽り来てじって言ってますからね、うん、これ矛盾じゃないからね、全然。じって入ります。でもここからはもしかしたら、うん、あ、そうそう、だからランクアップもあるから、そう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 、あの役物がね、スーパーキレイパンダ軍来るかもしれない。スーパーキレイパンダ軍はちょっとあの雑誌には書いてなかったけどまあ軍予告はさっきね出ましたもんね。はいはい、ここからここからビーンウィーンワ、はいない。いや多分もしかしたらもうないやろはいない。あ、でも紫のふすま、あんま関係ないかな。もう紫じゃ心も踊らんわ。もうまあ天敗ぐらい、うん、天敗はあったー、天敗あったー。でも最近なんかメーカーさん急に紫系の演出増えましたね。紫って言ったら疑似霊のイメージありますね。なんかね、京楽さんとかもそうですけどね、はい、確か矢部内マネージャーは白海とかで昔メーカーに文句言ったりしてたみたいな。そうね。花鳥風月って言うんですよ。お、風月まで行った。それ花鳥風月は厚めキレパンダ。おー来た。これは東竹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 。いやいや一つ半円やばいよ。いやだって竹でしょ。今まで出てきたリーチで一番弱いすごいね、ゼニより弱いってどういうこと竹の方が弱い。もういらんやん。じゃあ紫保留いらんよな。もういらんやん、この演出いらんやん。紫は初代容疑武者で熱かったやってね。あー確かに、やっぱ京楽さんは昔から紫使ってたんやな。じゃあそう考えたらなんか最近のイメージがありましたけどね。あがもう心折れた。折れた。いやちょっと金ちゃんの保留全部紹介して終わろうか。もうあかんわ。ひとまずまあ当たりとしては、うん、先読みゾーンでまあ金系の予告でまあ鬼面組リーチっすね。うん、やっぱそこ入れんとダメですね。金ちゃんはまあキレパンダ出てきたからね、はい、あの熱かったけど。やっぱキレパンダええな。ねえ熱いね、やっぱりこの筐体めっちゃ好きや、ね、かわいいね確かに。めっちゃ好き。こういうところやと思うよ、こういうところ。やっぱユーザーもう演数ではもう結局規制とかがあってどうしようもないと。はいはいはい、はい、でも筐体バカバン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 っていう筐体が増えてる中。そうですね、バンバンバンね。確かに確かに。こういうワンポイント、ワンポイント、こういうね、うん、マジ大事。かわいい、うん、この筐体ちょっとセンスあると思うけどな。いやでしょ、うん、いやいやキレパンダほんまかわいい。いやほんまかわいい、これは、ね、いいと思う。じゃあ定位置戻りましょうか。マジ大事。まあ確かにね、もう大きい筐体ばっかりやってもね、お客さんも頭打つし、そうそう手挟まるし、そうそう、うん、トラブルの元やからね、うん、そうなんですよ。そうそう、まあもちろん派手さでこうね、こうインパクト勝負っていうところではある、うん、あるんかもしれへんけど、そこじゃないよねっていう話やろ。でも話夢中になってないけど、今日見せ場あったっけって言われた。見せ場ないです。最初だけ、うん、最初の20分ぐらいまで、うん、フェイクスマイルがちょっと熱くなったぐらい熱く語った、ね、そうまあでもね、そういうこうお話してくれる店長がおったらね、やっぱユーザーとしてもこうなんか聞きたいこともあるでしょうし、そうっすよ、まあ、だから生放送の良さかなと思うんでね、うんうん、まあまたなんかもうお客さんと一緒に、はい、お前この台クソやなっていうね、お客様おられるんですよ。いやおるやろね、そらね、うん、クソですね、確かに言うてますもんまあまあフェイクさんは打つからね、自分でも、はいはい、打ちに行くからね。確かにクズです、僕も打ちませんこれって言ってお客さんと一緒にこのクズの機会を前にこれ言い合いますもんねフェイクさんメーカーで就職した方がええんじゃないほんまクズっすよこれ、ね、よう打ちましたねこんだけ言うよそ行った方がいいよ言うてね、あのでかい筐体ほんまいらん、データカウンター見えへんもん、ね、いやそうそう、呼び出しボタン音は出へんし、あれちょっとまあこう覗きコマンドダメじゃないですか、データをこう前日とか見よう思ったら、あれがちょっとこう大変ですよね。うん、はい、大変あれは。親近感湧くって言われた気持ち頑張ろうって思えるまあそうですね、まああくまでもねパチンコパスするは遊戯なんで、まあやっぱりねご無理なくあのご自分の、裁量の中でね遊戯していただけたら一番だと思いますんで。それが一番ですよ。はい、あの、はい、ご無理だけは本当にしないようにね、はい、してくださいね。ほんまにそう思います。ほんまにそう思います。
まあ、気が向いたらね、ちょっと気候なもん。それやったらもう100円でボートレース買ってる方がいいんちゃうかなと思うもん、ほんまは。競馬とかね。競輪とかも自分でね、1000円パン入れてた時に、うわ、これやったら10点張りできたな、競馬。まあ、そこがあれよね、その公営のええところですよね、まあ、100円から遊べるっていうね、もう何にもフォローなってないけど、はい、お疲れ様でした。はい、じゃあね、今回は新大の新潟平日で、ね、知らさせていただきましたけど、まあ、どうですかね、お二人、まあ、最初ちょっと当たり取れたけど、まあ、ちょっとね、あっさり終わっちゃいましたが、うん、まあ、1にも2にも、最初のやっぱ大当たりのざわざわしてるときは、うん、やっぱ面白いなと思います。はいはい、うん、で、シーンってなる、やっぱこれもパチンコあるあるなんですけど、はい、ほんま全く何もシーンってする時がね、やっぱいつかは訪れるんですよ。まあもちろんね、一日打っとったらもちろんね、ほんまにもうボタンも押さへんし、はい、なるほど、もうシーンってなる。いや、そこをいかにどう楽しむかですよね。まあ飽きさせないか、はい、そうそうそう、飽きないか、いや自分的に、あ、自分であげるってことね。そうそう、例えばボタンちょっと 3回押してみる。3回もうオカルトやな割とそここだわるんやったら、ね、そうそうそう、ハンドルちょっとペペってやってみるとか、はいはい、ちょっと右打ち2回してみるとか右打ちしたら怒られるやん三行さんとかやったらめっちゃ怒られるからね左打ちにしてくださいってめっちゃうるさいからねはい、まあ悪くはない、悪くはないと思います私は、はい、うん、いや2回目プライベートで打ちに行くかって言われたらいや、それちょっとクエスチョンありますけど、はい、いや、それはなりますよ、それはなりますけど、あ、でも、うん、まあ、まあ、私は面白いと思いましたけどね、演出はね、うん、まあ、こんな感じですよっていうゲームフローは、まあ、一応、はい、お店はできたかなと、まあ、まあ自分では行かないですけどねこら金ちゃんそこまで言われてフォローできひんよね、そうっすね、そうっすね、はい、まあまあまあ、やっぱり時間ない方もね、はい、サクッと打てますし、はい、同じリーチになった時もね、はい、やっぱり演出が僕の方はパンダ出てきてとかもあってね、はい、違いとかも見れたんで、急にパンダね、あれいいよね、はい、あれいいっす僕はパンダ出てるなと思ったんですけど、はい、それがこいつやーとは分からない、あ、キレパンダって分からんかった、はい、あれ分かってたらめっちゃおもろいからね、うわー、ここでキレパンダ来るみたいな、そうですね、あのタイミングで出るみたいな、脳汁ピュッピュみたいなちょっとやばい、多分めっちゃ金ちゃんあっさりしとったからねなんかおるみたいな、そうそうそう、まあ高尾さんね、メインキャラといえばキレパンダなんで、まあね、まあ、高尾さんもね、クイーンズブレード3がなんか発表になったみたいなんで、その辺もね、ちょっとメインコンテンツになりますので、ちょっと楽しみかなと思いますので、そうですね、まあ、ぜひ、まあ、9月1日のね、全員方も、ライトミドルなんで皆さん、はいはい、お時間ないときにぜひちょっと遊んでみてください。はい、あと2日からは、この 2,4,6,7 機種。そうですね、もう今日は、今日、今日ですね、はい、もう日付変わりましたので。はい、もう日付変わって、もう VV ゴジラも。どんだけ押すねん、はい。まあ、やっぱりもうメインとしてはこちらの代表になるんですが。そうですね、北斗8。はいはい、うん、どんだけ皆さんが楽しんでいただくかっていうのを、まあ、スロット僕も期待してますし、ね、本当は店長窓紛打ちたかったもんね、いや、それはもちろんそうですよいや、それはそうですよ、そんな、まあ、スロットやったら窓紛、うん、パチンコだった北斗かな、この9月2日からの台はね、そうですね、メインコンテンツは明日からのニコ生は、はい、あの気候なチャンネルは、はい、あれちゃいます？やっぱそこになるんちゃいます？わかんない、明日 V あのゴジラ売ってるかもしれない。V ゴジラだったらもうちょっと電話するわ。おいおい言うて、攻めすぎや言うて。やめてくれ言うて。まあね、ルパンとかでもよかったですけどね、ちょっとまあ、あのここからはちょっと距離があったんでね。そうそう。まあぜひあのこんだけ信頼も、はい、稼働開始しますんで、はい、あのご自分に合った台が見つかればなと思いますんで、ね、ぜひ資料の手店にも明日からね顔を見せてください、はい、ぜひよろしくお願いします、お願いします、はい、ということで今日のチャンネルは明日加古川店からね放送になります、うん、明日は姫路駅前の店長が来るんかな、確か合同でやるっていう風に聞いてますんで、あ、そうなんですね、はい、まあしっかりした指導できるかどうかわかんないですけど、はい、また遊びに来ていただけたらなと思います、はい、お願いします、北斗に関しては信頼動画が上がってますんで、まあそっちちょっと参考にしてもらえたらなと思います、細田店長が売ってますんで、俺も見よう、はい、ぜひよろしくお願いします、俺も見よう僕見ない、はい、まあ、一応当たったからね、はい、500ハマったけどねはい、じゃあこんな感じで今日はキコネチャンネル終わりたいと思います、皆さんお疲れ様でした、それでは、さよなら、おやすみなさい、バイバイ
いつも生放送動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。もし面白かったまた見たいなと少しでも感じてくれたらグッドボタンチャンネル登録お願いします。それでは明日も良い一日になりますように。またねー。